横須賀スタジアムは神奈川県横須賀市の追浜公園内にある横須賀市立の野球場。プロ野球横浜 DNA ベイスターズガニ軍の本拠地として使用している。指定管理者制度に基づき一般財団法人式サポート横須賀横浜 DNA ベイスターズ共同事業体が指定管理者として運営管理を行っている。1949年に 横須賀市営追浜球場として会場。この追浜球場を中心に整備された追浜公園内には、その後、サブグラウンドが2面整備された。当時のフィールドは、内野がクレー舗装、外野が天然芝で、両翼91.4メートル、中堅118.9メートルで、主に神奈川県内の高校野球公式戦など、アマチュア野球を中心に使用されていた。 しかし老朽化した上に施設が共愛化するなど不便になったことに加え1998年に開催される神奈川夢国体の試合会場として使用する必要が出たこと、さらに市内に練習施設を置く横浜ベイスターズのに軍港式戦開催を誘致することなどを考慮して全面改築されることになった。改築は1997年3月に竣工し4月1日に 教養を再開。同時に現名称に解消した。この改修によりフィールドはスナイリ人工芝となったほか、同年からベイスターズの二軍本拠地となった。2004年7月4日には第33回日米大学野球選手権大会が開催された。2008年オフには人工芝をロングパイル人工芝に張り替えている。2015年オフ。 老朽化していたスコアボードの改修工事を行い、全面フルカラー LE d 式となった。2016年シーズン以降の2軍教育リーグ、公式戦では、ホームの DNA が三塁側を使用する。2軍ホームチームが三塁側を使用するのは、日本ハム、西部、ロッテ、中日、阪神、広島に続き7例目である。ただし、横浜スタジアムや神奈川県内の地方球場での、 ホームゲームは一軍同様に一塁側を使用する。2020年6月5日の練習試合からは一塁側がホームとなっている。2017年11月25日、横浜 DNA のファン感謝イベント、ファンフェスティバル2017が初めて本球場をメイン会場として開催された。例年開催していた横浜スタジアムが当日よりスタンド増設を中心にした。 大規模な増築、改修工事が開始されることを受けての代替措置である。2019年7月、ベースターズ2軍の練習拠点を集約した。2020年にベースボールチャレンジリーグに加入した神奈川フューチャードリームスが公式戦を開催する予定であったが、2020年は予定されていた1試合が、雨天中止となり、代替試合型球場に、 繰り返しとなったため、開催がなかった。横須賀市営追浜球場時代に4試合開催。内訳は1リーグ時代1試合、セリーグ2試合、パリーグ1試合。2016年4月27日、横須賀市と球団は、横須賀スタジアムに隣接した追浜公園の敷地内に、ファーム施設を集約するための基本協定書を締結し、建設計画を進め、 2019年7月に完成した。それまで同市長浦町にあったマルハニチロアセットが所有し、球団が借り受けていたベイスターズ総合練習場の老朽化による閉鎖に伴い、横須賀スタジアムの周辺にある追浜公園第2第3野球場を廃止した上で練習場とが縮小長浦町から移設し、ファームの一体化を図ることになった。これにより、 ベイスターズヌファームは年100試合程度を上限として、投球場を優先使用するが、市民に対しても一定日数利用できるように確保する。練習場の管理は球団が行い、その賃貸契約は20年間とする。施設名は、ドック・オブ・ベイスターズ・ヨコスカと名付けられた。ドックは、選挙という意味で、造船のための施設という意味があることから、開国の地。 また造船の街として知られる横須賀市を象徴する名称であるとともに、ベースターズの若手選手が一流のプロ選手として横須賀から大海原に羽ばたいてほしいという願いから付けられた。施設は選手寮、屋外練習場、屋内練習場から成り立ち、選手寮は選手、スタッフからの意見のヒアリングをもとに練習環境を快適にし生活場所としての機能、 だけでなく、集中とリラックスの切り替えを補助する空間デザインなど、野球選手としてだけでなく、人間としての成長につながるような環境を整えている。また屋外練習場は、一軍が本拠地としている横浜スタジアムのグラウンドの形状、寸法、人工芝をモデルに、忠実に再現したものになっている。なお今回のベースターズファームの練習場機能の、 整備に伴い、市民利用としての用途を廃止された追浜公園、第2、第3野球場の代替として、横須賀市は、夏島地区のリサイクルプラザイクルと、佐原地区の佐原二丁目公園、リーフスタジアムのそれぞれの隣接地に、市民利用を目的とした新球場を建設し、順次オープンさせている。ありがとうございます。